よし、やるか。やりますか。ライトも下げてもらっていいですか。ライト。いやいや。消したら暗いでしょ。そうね、下のライトがね光るんですよね。これをじゃあこういうふうにする。ああ、そう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 。いい？さよさん見える？まあ、まあ見える。あ、こっち、あ、こう来たら見える。ああ、オッケーオッケー。じゃあバッチリ。さよしゅう。さよしゅう。いやいや、でもさよしゅう。ね、リアルさよしゅう。はい、ニューさよしゅうじゃなくて。うん、そうね。あの、オリジナルさよしゅう。オリジナルさよしゅう。ないって意味みたいな。オリジナルさよしゅう。よし、じゃあ2部はチャチャチャと行きましょう。ちょっと話しすぎた。Thank you.
はい、じゃないですか、はい、オープニング2部オープニングオープニングトークミュージック鉄拳鉄拳の鉄拳の鉄拳の、はい、それでは続きまして出ましたね、あこれですね今日は懐かしいのが並びますな。我々は懐かしくて、うん、なおかつ初めて聞かれる方が多いこれもだなんとかさんの曲なんでしょ。そうです、これはね、ロッシさん、ああロッソーニさんね、ロッソーニ、なんかすごい偉い人に近い。そうそうそう、だ最初の方にあったあのアウグストとかと一緒で無料譜面投稿サイトでまた見つけた曲なんですけど、アンコール・ウン・ブルース・エファエン・エンファン、はい、ブルースって大体 F なんですね。そんなことないよ。そんなことないの。そんなことない、いろいろいっぱいありますよ、うん、ただあの12小節っていう、これが12小節2つで24小節のパターンでしょ。そうですね、それが、まあ、ブルースのパターン。これでも随分崩してあるんで、あ分かりにくい、うん、あれなんだけど、ファだから、ファだから、あのヘチオチョだからファなんでしょこれ。そう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 、ファのブルース、ファのブルースね。アンコールで、ハのブルースをもう一回やってみてきな。ああ、そんなのか。そんな感じですか。じゃあ、イタリア語、イタリア語なのね。うん、ロッシーニって言ったら、やっぱりロッソーニか。うん、ロッシーニイタリアだよね。俺はロッシーニによく似てるって言われてる。顔が美食家だから。ああ。太り具合とか。なるほど、なるほど。白肌とか。ああ、ああ、なるほど。いやいや。今度からロッシーノって呼ぼうかな。ロッシーノ、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 ロッシーノね。そう、うん、じゃあロッシーニ側なんだよね。ロッシ、じゃあロッシーノさん、ロッシーノさん行きましょうか。大体じゃあ行きますね。なんだよこの MC は。ワン、ツー、ワン、ツー、スリThank you.
好きだから。そうです。僕ら。うん。なんちゃってしかやってない。そうそうそう。基本的に。はい、次はなんちゃってスタンダード。あ、いいね。これはこのね、まこちゃんのアレンジなんですけど、超かっこいいんですよ。まあ曲は超有名なキャラバン。超有名な、ね。超有名なキャラバンなんですけど、はい。キャラバン。まこちゃんワールドのキャラバン。ワールドでね。ワールド。はい、ワールドで。今後ともね、これワールドを広げていきたい。これはもう有名な曲なので、今後ともやりたいですもんね。やりましょう。ね、まこちゃんワールド。ちょっと待って、もう一回見ましょう。ああ、やってもうた。ああ、いいや。よいしょ。これは、もともと、なんだっけ、一番最初やったのは、ハッシーがいるとき？そうそう。クルーエルホールがいた、ね。そうね。で、ハッシーがいて、まだ山本山さんいないとき？山本山さんもいたんじゃない？ハッシーがいて、山本山さんがいないことはないか。そうそうそう。ハッシーの方が後だな。ああ、だからそうしたら、じゃあ3冠だったんだ、あのとき、うん。すごいね。そう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 。あ、下枝方式残念。あ、裏が見るとかっこいいね。じゃあ、はい、行きましょう。まこちゃんワールド、はい、キャラバン、キャラバン。もっといいか。うん、タン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 。いきますよ。これ地上最強の生物でしたっけ？カンブリア紀のね。カンブリア紀の古代の生き物で、アノマロカリス。アノマロカリス。
なんかあの愚痴が本当にいたんですかね、これ。いたんでしょ。いたよね、うん、いたらしい。恐竜、うん、え恐竜じゃなくて、違う、恐竜じゃなくて、これは魚でもないし虫でもないし、このアノマルカリスの系統っていうのはアノマルカリスが絶滅しちゃって、うん、それ途絶えちゃったの。なるほど。なんもないアノマルカリスだから、まあ、今で言ったらクマムシみたいな、ね、そういうものなんですよ。これはだから3人で出てくれ。うんうん、踏み取りが大丈夫。大丈夫、大丈夫。じゃあヨダマゴとオリジナル作品、海の生き物で、そのウチワエビみたいなのがこうすごい強い感じで海をこう漂ってる絵を思い浮かべてください。はい、そういう句で今のワン、ツー、スリー。メロディーがくどい。これはだから佐藤さんは何回やん？2回、3回、3回か、うん、3回繰り返した。最初のリピート入れて譜面を全部3回、自分でも3回で、うん、テーマ、アドリブ、テーマ、はいはい、でいきます。はい、これはあのちゃんちゃんで入っていいんだよね。うん、いきますよ。はい、ワン、ツー、ワン、ツー。
リトルヒップ。そしたら次は山本山さんの、はい、あ、はい、あれじゃないですか。はい、あ、そうだ、我らが、そしたらエース、エース、エースというか4番だというか、どっちが4番か、まあ、カール、今はカールおじさん、あ、カールおじさん。じゃあ次はですね、山本さんの独走ということで、せっかくから真ん中来てください。あ、ここ、ここ、ここ。真ん中に。はいはい。独走、無伴走ですから。無伴走。いや、一人で作るってことです。俺、ちょっと向こうに倒れていこうかな。山本さん、じゃあ、曲の説明してください。説明してください。どうぞ。フランスの作曲家で、ボザっているんですけども、その人が書いた、イマージュという曲を演奏します。イマージュというのは英語でイメージですね。日本語では、このボザという方が、え、日本語では、日本語は M-I-A-G-Y や、そうですか。まあ、そのボザという人がどういうイメージで書いたかというのは定かではないんですけども、私なりに書いたとか言いますと、小鹿の踊りのテーマとですね、あと湖に佇む人のシルエット、そのテーマが交互にこう表現されているというもので、まあ、奥深い山の中に力が現れてですね、まあ、飛び跳ねながら踊っている感じですね。まあ、その後に、まあ、湖の情景とか、まあ、そういったものが、繰り返しながらエンディングを迎えるという、そういう、構成となっていますので、そういうのを想像しながら聴いてみてください。
もう払ったから何回も。素晴らしい。高いです。これは払うわ。普通に聞くとうまいんだよね。昔から知ってればまあ、そうか。そう。まあまあまあ山本さん。まあ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 そう来るよなんですけど。パッと聞く人はすげえなと思います。いや本当ね、あのね、うん、グループの中でね、同じバンドの中でね、そういうことは言わないのがいいよ。俺まあだってそのね、そうじゃない人ばっかりなんだ。あ、そうね。うん。素晴らしい。あ、素晴らしい。お手つ。素晴らしい。はい、ではよかったですね、今のね、うん、結局日本語訳は何だろう、想像か、イメージか、映像、映像、うん、映像もあるし、なんかこう具体的な形、形はフォームだ、リアルに対してイメージって反対語でしょ、リアル現実か、現実と、あと虚数の嘘みたいな、あ、嘘の世界と本当の世界、そういう意味合いがあるよ、なるほど、だなるほど。あ、そういうことか。さゆちゃんが。え？あ、いやいや、なんでもないですよ。リアルの反対の意味じゃない？リアル、だって、でもあれだよね。想像だってリアルだよ。数学でさ、実数ができるんだよ。あれリアルパートとイマジナリーパートを作って。あ、イマジナリー。なるほど。なるほどね。虚数か。山本さんが虚数だった。数じゃねえよ。数じゃねえ。キョン、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 キョン変。ちなみにあの赤い蝶ネクタイが皆さんお気づきですか。あれ、あ、本当だ、わかんない。小細くになって若干。それわかんないよ。それわかんないよね。ひげがちょっとインパクト強いでちょっとね。そうですそれだって何でよりによって赤で黄色とかだったらわかる。まあね、赤で黄色っていうとね、うん、なんか信号みたいですよね。あそこのところ、あこれは青だし。黄色にしてくる、持ってくる。じゃあ、6時からね、次の団体帰ってますので、ご自慢もね、はいはい、もうあるよね。はいはい、ちゃっちゃと。続きまして、はい、サンバテンピラ。サンバテンピラと、これはルパンのカリオストロの城。うん。映画。映画、カリオストロの城の、ね、まあ一番、BGM で有名な大野裕二さんもライブでやってるよね。やってる人気曲ですよ。これもまこちゃんワールドで、ワールドでかっこよくなってますね。じゃあこれこの間やってないよね。やってない。だからこうおろしですよ。おろしでね、うん。これはちょっとずっとやっていきたいな。うん。あ、これあれだよさやちゃん。あの全部あるよ。作れるよ全部。あ、まあ後で。はいはい。はい。ワン、ツー、ワン、ツー、スリThank you.
ということでね。おろしでね。そしたらじゃあドーンはやめてですね。はいはい。あの曲はまあアンコール的に取っとくとして。はいはい。ね、じゃあ続きましてじゃあいつものあれですね。飯塚さん、飯塚さんのための、ために私がアレンジいたしました。はい。今日はね、ついにあの曲がまじやります、ね。あの曲が、まあ飯塚さんのためにいつもやるのは、みゆきの曲なんですけど、さあ今日の曲は一体何でしょうと。ついに出ました。危ないよ。恨みます。やります、恨みます。はい。まこちゃんは恨みます。はい。先に言っときますけど、結構いじってますんで。いや、大丈夫です。大丈夫ね。大丈夫、大丈夫。なので、まあいいや。はい。じゃあ、恨みますよ。いきますか。恨んでください。これはこう来て、いきます。Thank you.
ございました。まだあるわ、まだあるわ、恨みます。恨んでない、結局恨んでないことで明るくなった。女性は立ち直り早いです、うん、そうでもないです。いや、あとは吹くんじゃないですか、ね、この前、このマコタワールド初めて吹いた時に、中島みゆきからちょっと腰吹雪になってる。そう、ね、途中が恨みます、恨みます、掛け合いがあるからね。そうシャンソンのような、ね、そう私もみたいな。これ以上ですか、やるんですか。そしたらじゃあ、最後の曲、アンコール的に、はい、今日はピティさんがいらっしゃるので、はい、我々の大好きな曲を、え、あの譜面あるから俺、やるやるやる、なんだっけ、アベマイヤ、アベマイヤね、ああ、何八人、八人、ああ、じゃあ引いて、ええ、もうね、これ久々だよね、これやるのね。いや本当だよ、練習もしてないんじゃないのね。だいぶあれをピティさんがいらっしゃった時にアンコールでやったよ、何回。え、やったっけ。なんかアンコールでやった。あ、やったか、やったか。あれ以来かもしれない。はいはい。これ以上じゃないと、ありがとうございます。ねー、あのね、好きでよくやってたんだけどね。なんか怪しいな。今度あれだね、こんなのばっかり、あのほら、なんだっけ、あの俺が好きね、カバレリアね。そう、クラシックばっかり、ね、クラシック、うん、クラシックこれだ。みゆきはやるけど、みゆき、みゆきをバッハっぽくやる。あ、いいね、やろう。次バッハっぽく。あ、じゃあ、あのクラリネットのフルートのデュオにしよう。デュオにしよう。2世のインベーション、2世のインベーション的な。いいね、やろう、みゆきを。そういうの好きなんだよな。まあ、あのみんなでゴールドベルク風にやる。あ、いいね。あのセーブがいっぱいあって。そうそうそう、そう、ね。ということで、また飯塚さんには来ていただいてね。そうね、南越谷からね。下枝さんも本当そういう風にポロポロっていろんなアイデア出してくれるのが嬉しいんだけど、俺を殺す気かっていうね。全部孫さんが出てくる。本当に。じゃあ、本日、はい、アンコールの気持ちを込めて最後に。はい、ラスト。ラスト。勝ちへの阿部マリア。はい。それは大丈夫ですか。はい、ちょっと待って、ね、やだわ。Thank you.
本場将来向こうから来ると、はい、山本慎二ベース、ドラマことでピアノ、はい、皆さんのアイドル、はい、ピアノとしもいら、イエーイ、お客様ありがとうございました。次回会うところで、次まで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これだね、あの、こういうのだけやっとくといいね。いろんなこと手出されてね。はい、それでもいいね。なんか落ち着いた今。マスクがいいな。最初にこういうのやったらいいんだよね。そうだね。落ち着くために。そうなんだ。我々のためにね。最初に恨みますでしょ。ああ。これはいいな。よし、ちょっとやろう。あの、二世か四世か知らん。あ、いいね。うん。ちもちゃん、バカやってよ、今度。バカやりますよ。じゃあ、まこちゃん、まこちゃんお願いします。はい。はいはい、やりますよ。バカ。バカやりますよ。いや、あれね、俺はいつもね、あの、ゲーセンやりたいんだけど、ああ、みんながあんまりやってくんない。ゲーセンだってことですか？ 4 回ぐらいなんだけどさ。またやりましょう、うん、たまには、あの、クラシックメインもいいかもしれない。うん、うん、これいいね。ね、うん、あ、ゲーセンはやってたよね。やってます、やってます。それはやっぱり聞いたことある、うん、ちょっと、まあ、それもアレなゲーセンですけど。まこちゃんはどのゲーセン？あ、端、一番端だと思うよ。これ？あ、違う、あの、並んでる青いのの、そのオレンジの隣。